いやー、面白いな。何読んでるんですか？東京リベンジャーズだよ。東京卍会の抗争に巻き込まれて亡くなった中学時代の彼女を助けるためにタイムリープするヤンキー漫画だよ。漫画だけあって登場人物もぶっ飛んでて面白いんだよな。東京卍会っていう犯罪集団っていう設定もいいし、マイキーとかドラケンとか、キサキテッタとか、キャラも魅力的なんだよな。リアルな半グレの構想感があって面白いですよね。そうなんだよ。でもこれ全部フィクションだろ？さすがに現実でこんなことあったら大問題になってるもんな。それが、現実であったことがモチーフになってるんですよ。え？まさか！東京卍会をはじめとする登場人物などには、実際の半グレがモデルと言われているんですよ。そうなのか？アニメの最初にもこれはフィクションですって書いてたのに、あれ嘘だったのか。今回は、東京リベンジャーズのモデルとなった暴走族や人物について解説していきます。駒沢公園に取材に行くって言うからついてきたんですけど、数千人の暴走族に警察のお依頼さん方、国会議員まで、ここで一体何が行われるんですか？関東連合の結成式だよ。暴走族同士の抗争が激化して、手がつけられなくなったからそれを抑えるために、ブラックエンペラー、マッドスペシャルが中心となって、暴走族の連合を作るんだよ。今日は全国から暴走族が6000人も来てるぜ。中にはとんでもねえことをしでかしてる奴らもいる。ひえー、とんでもない規模の連合体ですね。これより、結成式を取り行う。まずは、結成に尽力した議員さんからの演説だ。この関東連合の結成は、警察にも報告してある。現に警察の幹部が結成式に来てくれている。少年法で守られているから、人の命を奪っても2、3年で出てこれてしまう。今の暴走族たちはヒットマンの集まりだ。こんな状況を変えたい。この関東連合は、全国100以上のチームが加入する。この結成を機に抗争はやめろ！1973年に結成された関東連合。当時の荒れ果てた暴走族会を収めるために、100以上のチームが集まって結成されました。この関東連合が結成されてしばらくは抗争が落ち着き、関東連合は暴走族同士の緩衝材として役割を果たしていました。この関東連合が東京リベンジャーズでマイキー率いる東京卍会のモデルだと言われています。こんなでかい連合が実際にあったのか。そうなんです。ただ半年も経つと関東連合に盾つく輩も増えてメンバーを従えるのは難しかったようです。確かに連合体ができただけで暴走族たちがおとなしくなるわけにもいかないよな。その後、80年代には道路交通法の改定や世代交代がうまくいかなかったこともあり、事実上の解散状態になってしまいました。あれ？でも東京卍会って、現代ではキサキテッタがリーダーの凶悪犯罪者集団になってるって設定だぞ。さすがにそこはフィクションなのか。いえ、そのキサキテッタのモデルによって関東連合は再結成されるのです。その人物とは三立真一です。三立さんはその残忍さから残虐王子という名で恐れられていました。残虐王子、もう何時間あいつのこと殴ってる？5時間以上だぜ。残虐王子は人の心がねえよ。頭が抜群に切れるし、どうしたら相手が服従するか分かってんだよ。それ聞いたことある。IQ145 の天才だって。はい。じゃあその恥ずかしい格好のまま写真撮りまーす。俺に歯向かうからだよ。もう家もぶっ壊してあるし、親兄弟も無事とは思わない方がいいぜ。あ、これからは俺の言うこと絶対聞くように。わかった？はい。俺たちは残虐王子に歯向かわないようにしよう。三立さんはその冷徹さで半グレ界のトップにのし上がり、解散状態にあった長副長ブラックエンペラーを復活させます。その後、いろいろなチームや組織をまとめるため、三立さんは関東連合を復活させました。おい、残虐王子が関東連合を復活させたって。とんでもない勢いで勢力を拡大しているらしい。金属バットにナイフ、集団リンチに拷問、捕まったら何されるかわからないぞ。見立てだけじゃない。他のメンバーもやばいらしいぞ。恥ずかしい写真を撮られてばらまかれるとか。やばいな。見立てさんは傍若無人さを発揮し、瞬く間に渋谷を制圧。勢力を拡大してからは、
抗争中の相手を連れ去ったり、不意打ちを仕掛けたりと尋常じゃないことを行っていました。2000年代に入ってからは、イベントサークルを牛耳り、関東連合は組織的に詐欺を働く犯罪者集団になったのでした。おい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 、見たて新一漫画以上じゃねえか。木崎哲太は喧嘩は強くないけど頭が切れるってところも、かなり見たてさんを参考にキャラクターを作ったと思いますね。木崎哲太が暴走族を始める前の見た目が、めちゃくちゃ中学時代の見たて新一に似てるぜ。これは確実だな。復活した関東連合が犯罪者集団になってるってのもまんまそうですね。木崎哲太が率いる東京卍会が犯罪者集団になっている。東京リベンジャーズの大きな設定は関東連合から取られていると考えられますよね。いや絶対取ってるよ。現実にこんな奴らがいるんだな。ってことはもしかして抗争に巻き込まれて元恋人が亡くなるって事件も。はい、おそらくモデルになったであろう事件があります。マジかよ。その事件は東洋ボール事件や六本木クラブ襲撃事件がモデルだと言われています。この振り付け難しいな。ここのリズムでこうやって。おい、お前ら全教練のメンバーだな。ぶっ倒してやる。一体何のこと？うるせえ。2000年5月13日に起きた東洋ボール事件は、関東連合と全日本競争連盟の抗争に一般人が勘違いで巻き込まれたという事件です。駐車場でダンスの練習をしていただけの少年を数時間痛めつけ、そのまま命を奪ったというセンセーショナルな内容が世間の注目を浴びました。また、六本木クラブ襲撃事件も似たような事件です。今日こそは木村幸次郎をぶっ倒してやる。幸次郎はこのクラブの中にいるという情報を聞きつけた。足を引きずっているからすぐにわかるぞ。おう！あ、あいつらじゃねえか？足を引きずってる。間違いない。あいつが幸次郎だ！行くぞ！2012年9月2日に起きたこの事件は、関東連合と対立していた木村兄弟の弟、木村幸次郎に襲撃を行った事件です。しかしそこにいたのはただの一般人で、その一般人も関東連合が聞いていた特徴通り足を引きずっていました。そのため、勘違いで一般人の命を奪ってしまったのでした。東京リベンジャーズの元恋人が抗争に巻き込まれるという事件は、こういった実際の事件に着想を得ていることでしょう。おいおい、関東連合はとんでもない奴じゃないか。東京卍会どころじゃねえぞ。六本木襲撃事件をきっかけに、関東連合の幹部が多く集まり、関東連合は消滅してしまいました。漫画みたいな話だな。そんなことがあっただなんて。ちなみに東京リベンジャーズに出てくる灰谷蘭と灰谷林道という双子は、木村兄弟がモチーフと言われています。一声かけりゃ100人以上が集まる六本木のカリスマ兄弟が本当にいたのか。はい、実際の木村兄弟も一声かけりゃ100人以上が集まるほどの人物だそうですよ。半グレ界ってすごいんだな。他にも登場人物は半グレ界隈をモチーフにしたキャラが多いですよ。どんなのがいるんだ？まずマイキーこと佐野万次郎ですね。マイキーのモデルは関東連合の柴田大輔さんだと言われています。柴田大輔さんは宮前グレン隊8代目リーダーで、窃盗事件や暴力事件を多く起こしていました。柴田大輔さんとマイキーの共通点は、二人とも低身長なのに超強いってところです。マイキーは身長162センチですが、柴田さんは身長147センチなので、現実の方がより身長が低いことになります。身長が低いのに強いってのは、マイキーの設定に活かしてるんだろうな。次にドラケンこと竜宮寺剣ですね。ドラゴンは中国残留孤児を中心に結成されたドラゴンをモチーフにしていると言われています。確かにドラケンというのもドラゴンの読み方を変えただけだし、弁髪、頭の竜のタトゥーと中国を思わせる見た目だし、モチーフはそうなんだろうな。この他にもS62 年世代という呼び方は、瓜田純史さんや見立て新一さんの世代を S53 世代と呼ぶことから来ていそうですね。東京卍会の卍マークは、英副長ブラックエンペラーのマークでも使ってるから、東京卍リベンジャーズが、ハングレ文化の影響を受けてるのは確実だな。東京卍リベンジャーズって、
フィクションの話だと思ってたんだけど、こんなに関東連合と関わりがあったんだな。実話をモチーフにしているからこその作品の面白さなんでしょうね。作者の枠井健ってよっぽど半グレ文化が好きなんだね。好きというか、もともと関東連合系のスカウト会社で勤めていたそうですから関わりが深かったのでしょうね。作者も関東連合と関係あるのかよ。きっと実際の体験なども混ざってるんでしょうね。もしかしてひよってるやついねえよな。あの決め台詞にも元ネタが。それは漫画オリジナルです。